義母先生2義母のチンボラーグワーグワー諸先生ご覧の皆さん、はいはいはい、海のチンボラーをねやりました。この曲、まあ義母先生を見に来た方たちは知ってるかもしれない。なぜかと言いますと、旭橋駅のねモノレールの、駅名にもなってましたし、演奏動画も出しました。そして義母チューブでも出してます。よかったらねリンク貼っておきますんで見てください。僕も大好きなので今回海のチンボーラーの動画、演奏動画出しました。見てみてほしいと思いますけども、沖縄民謡でも非常にこう人気で、アップテンポでポピュラーな一曲、子供たちがその踊りを踊ったりしてコミカルな曲としても、有名な海のチンボーラー。ちなみにこの曲は三下げ、三下がりの、チン並みチューニング長弦になってますけども、まあ、そのタンタ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 タン、この7の1クンクンシーね読める方、に言ってますけど、7の1が結構下がりがちになるとねちょっとねもったいないので、この5から7をきれいに押さえたいんですけど、その時に5がちょっとスライドしますけど、それ構いません。スライドして構わないので、7をね、きちんと出すために。この5から7に行くときにちょっとだけこのスライドしちゃうんですけど、それは全然構いませんので、それがこう結構民謡の味っぽい感じになるので、そこもね、まあ、逆にこの、どうせこう5から7に移動するときに、こう綺麗に7を出そうと思ったら、スライドしちゃうんですけど、それを最初からね、意識して練習してみてもいいかもしれません。綺麗に出すために5をちょっとスライドさせて演奏しても構いませんので、ぜひねその辺も最初から意識してやってみてください。でも一番ね楽しい部分もやっぱ最後の島のヘイ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 やさあさあ、ヘイ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 とかはね結構楽しいとこなので、まあ歌いながらやっぱこう踊りの人たちをこう盛り上げるためにも歌ってる本人もこうやっぱこう楽しくこのヘイヘイと盛り上げてあげる歌い方っていうのかなのをしてみるといいかもしれません。さうちゆの真ん中じっさじっさじっさい、しまのへい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 やさっさふいふいみたいな、へいへいっていう感じでね行きましょうよみたいな感じで、そのこう踊り手さんがこう駆け出したくなるようなね、走り出したくなるノリノリの感じをこうヘイヘイっていう感じを出せるといいかもしれないですね。もちろん慣れるまではその歌の練習、歌詞の練習、仮名遣いをしっかりやっていくんですけど、慣れてきたらそういうお囃子の部分でこうやっぱ歌の一番こうサビの部分に当たるのでね、そういうところは結構まあ気持ち入れるというか、入れてこうヘイヘイっていう感じでこう楽しげに歌う練習というか意識をするといいかもしれませんね。少し歌詞も解説しましょう。海のチンボーラ、チンボーラというのは巻貝の一種だそうです。で今歌った歌詞はそうですね、沖縄民謡の歌詞これまでねいろいろこう解説をしてきましたけども、まあ、いろんなサイトとかもあります。いろんな解釈がありますよと出てます。この曲の歌詞は、まあ、まさに一番なんかもねちょっとこうよくわからない歌詞が出るんですよね。その海のチンボーラ、海の、巻貝が逆さまに立っているよ、足の、先々が危ないよという歌詞なんですけども、まあ、ここだけ聞くと意味わかりませんよね。まあ、でもこの2番、3番、4番とこの歌詞が繋がっていって、あ、なるほどっていう感じ、あ、私はこういう感じかなっていう感じで、まあ、いろんな解釈ができると思いますけど、その巻貝が、出てきますね。で2番、2番は、そうですね、2番の歌詞、今日2番も歌いましたけども、海の差し草は、美しくなびく私も彼に打ちなびくみたいな歌詞が出ます。まあその3番4番の歌詞はその辻とか、中島とか、まあ、昔でいうその昔 その沖縄の、まあ、遊郭街が出てくるんですね。そういったのもあって、まあ、ちょっとこうなんていうのかな、こうエッチな感じの歌詞と捉える解釈もあるみたいです。またさらにはそのコミカルな歌詞で面白いねっていう解釈もあるみたいで、まあ、いろんな解釈がある曲なんですけども、まあ、非常にそんな歌詞を子供たちが沖縄で歌うので面白い一曲なんですけども、島のヘイ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 というお囃子なんかも、まあ、あんまり言葉にこう意味はないんですけど何かこう楽しいですよね。そういう感じでこの面白いから、ずっと受け継がれてきて、今でも
たくさんのところで歌ったり踊られたり、でこれからも、演奏されるであろう海のチンポラという曲をお届けしました。僕も大好きな曲でございます。ぜひね、三線始めた方、やってみてください。海のチンポラ楽しいよ。 Give on, hey, 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 hey.